さあ、で始まりました、マジチャンネル。さあ、今回は、おどうも。サングラスかけてるじゃないですか。何も言わないんですか。このサングラスが、かけたくて、ダイエットを始めたんですね。それが理由だったんですね。冗談です。さっき目が痛くて、紫外線かとあ、そうなんですね。はい、はい、松原さん、ね。いやー、すごい痩せまして。はい、ちょうどマイナス30キロ超えました。すごい。え、何キロから何キロですか。121から90キロです。はい、すごいですね。本当に31キロ、はい、減ったということで、はい、今第2ステージで筋トレが始まりまして、はい、なるほど、死の重いです。わあ、素晴らしいですね。はい、そんなとこ筋トレしているわけですね、はい、今やってます。すごい、みんな痩せていく。みんな痩せていく、はい、小林先生も痩せていく、はい、そう状況なんですが、はい、さて、松原さん、大事なお知らせがあるということで。そうですね、もう救急車来たんでね、これ連れてかれちゃうんじゃないかと思って、痩せすぎて顔色悪いじゃないですか。その、まあ、ダイエットも自己実現の一環だと思うんですけど、はい、まあ、僕自身だんだん近づいてきますね。痩せすぎってことですね。痩せすぎたって、数値、あらゆる数値が良くなったんですよ。ほうほう、もうほぼ正常値になりました。一番良かった肝臓も、はい、4桁あった数値もちゃんと生き地の、あ、なるほど、なりましたし、はい、ホストより高かったんですか。酒飲まないと。酒飲む、はい、そんな、はい、はい、改めまして、改めまして、はい、まあ、今回ダイエット、はい、短期間で、まあ、それなりに成功したのかなと思ってます、うん、はい、第一弾としてはですね、はい、まだまだちょっと小太りなんですけど、まあ、ただ2ヶ月で25、6キロ痩せて、はい、3ヶ月で31キロ痩せたんですけど、はい、やっぱり期限ですよね、いつまでにっていう期限と、うん、あとどれぐらいの数値っていう、まあ、数値目標、はいはい、うん、まあ、これがいかに大事かっていうのはやっぱ身をもってやっぱ経験したわけです、うんうんうん、で今年末までに、まあ、12月までにトイック800クリアしなければペナルティも今課せられて、はい、ね、まあ、頑張っているところなんですけど。勉強してますか。ぼちぼち、ぼちぼち、あの10月から本格稼働します。もう10月です。はい、もう10月です、はい、でも僕追い込まれたらいけるタイプって。そんな僕なんですけど、はい、やっぱり実際受験指導者としてはもう、うん、ざっくりにちょうど22年目ぐらいなんですけど、はい、なかなか自分が、ね、こう指導する立場 で生徒さんたちは自分たちでやっぱこう取り組んでいるわけで、はい、僕はプレイヤーとしてやるっていうのが、うん、なかなかなかった中でダイエットをやって、はい、やっぱいかに、まあ、期限 とそして数値目標が大事かっていうのが、うん、骨身に染みました。はい、そうですね。そしてちょうどこうトイックと英検の合格返金というプロジェクトも、うん、まあ、結構盛況で、ああ、やりましたね、はい、ベーシスね、はい、今それも稼働し始めて、うん、で、ね、共通テストまで3ヶ月を切りそうなタイミングだというところで、うん、ちょっとですね、ベーシスの講師たちとも話をした結果、共通テスト英語のテストで 80% 以上の得点率を超えた人は全額返金、うん、80% でいいんですか。 80% です。で 70% 以上超えた方は半額返金っていうのをやってみようじゃないかと。ただまあこれもまた10名限定なので、ああ、なるほど、まあ、今もうね、例えばもう80超えてますよって人は受ける必要はないと思うんですけど、そうですね、今得点率が低くて、うん、英語で点数取られるとまずいっていう、まあ、国立志望の者の方メインだと思うんですけども、うん、まあ、ぜひちょっとこのプロジェクトやってみようかなと。英語ですか。で英語だけで、英語だけです。合格返金と言いながら合格ではなくて、まあ、共通テストの 80% 以上っていう、なるほど、はい、基準で。それは、はい、リーディングリスニング、あ、合算です。合算で88割ってことですね、はいはい、そうですね。なるほど、なるほど、はあ、はい、なるほど。8割で、はい、全額で7割で半額か、はい、はい、私立しか受けない人はあんま関係ない企画かもしれないんですけど、うん、まあでも共通テスト対策することで次第につながる、まあ、リーディングとかの部分はもちろんあると思いますし、うんうんうん、まあ、リスニングはねほとんど出されないんで意味ないかもしれないんですけど、はい、まあ、やっぱりだから国立志願者人メインのプロジェクトになるかと思うんですけど、うんうんうん、まあ、これちょっと一回やってみて、はい、うまくいけば来年その G マーチ総計とかも、はい、あ、なるほど、考えるかもしれませんが、ちょっと今回はもうちょっと共通テストだけに絞って試しにやってみようかっていう話になりました。なるほど、はい、そういうのをやっていくってことですね。そうですね、すげえ。明確な基準がやっぱりその共通テストだとね、成績共有されますし、うん、期限もまあ 3ヶ月以内で、僕も3ヶ月ぐらいで結果出したんで、うん、まあ、この時期にいい企画じゃないかって僕も思いまして、ダイエットだけじゃなくてトイックも出してください。結果頑張ります。そっちが
一番大事だと思います。そっちが大事だと思いますね。はい、はい、結果出していただければと思います。わかりました。はい、はい、トイック自体申し込みました？申し込みはしてます。11月、はい、僕、はい、忘れがちなんで、はい、河合講師にお願いしてるんで、はいはいはい、10月、11月、12月と、はい、よかった。じゃあ松原さん自体も、はいはい、この勉強やりますし、やりますし、皆さんも頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。